はい、ですね、次からやっていく内容なんですけど、次はですね、座屈についてお話ししたいと思います。まず絵を描きますね。まあ、こういう棒材があって、これ棒です。で、その両端の、にですね、荷重 P が、働いて圧縮されてます。なお、このタンプの部分なんですけど、傾きですね、たわみ角に関して拘束がありません。だから、まあ傾き、たわみとしては、まあ、これ、まあ、たわみ、ここグーッと押していくと、まあ、圧縮されていくんですが、皆さん定規なんかをね、グッと押してたら分かるかなと思うんですけど、こういうふうに変形しますよね。うんって。でこれ、力、加えている力の方向は圧縮方向なんですけど、こういうふうに変形方向がですね、直行する方向に、生じてますよね。でこういう現象のことを座屈って言います。で今日はね、この座屈について、お話ししたいと思うんですけれども、今回一応扱うね、内容がですね、特殊な座屈になります。いろんな座屈があるんですけど、まあ、計算が結構大変なので、まあ、一番簡単なね、座屈だけやろうっていうのが今回の趣旨です。で、今ね、どんなことが起こってるのかっていうのをですね、まあ、この辺でいいかな。に切断面を設けてやって、でこの局所形でね、見てやろうと思います。まあ、局所形を X の位置で取りましたよと。で軸力 P がこうやって働いてないと力は釣り合わないですよね。だから軸力 P が働いてあるはずです。でたわみはここにデルタ X 発生してます。でこうすると、ここ、その作用線上がですね、一致してないので、これくるくるって回転しちゃいますね。で回転するような力を止めるように、ここには M っていう曲げモーメントが働いてるはずです。で曲げモーメントが働いてるので、これ曲げになってるんですよね。と、まあこういう現象です。で約束ごと、簡単なね、座屈を考え、あ、そうだ、あと一応これ EI で、曲げに対するね、抵抗性の、曲げ合成が EI で、長さは L だよっていうふうに与えておきましょう。で簡単な座屈ですよっていう説明、一つ目、平面保持過程を満たす。で二つ目、フックの法則を満たすっていうね、まあ、この2つのですね、過程は満たすっていうことにしましょう。でフックの法則っていうのは、シグマイコール E イプシロンだったんですけれども、材料によってはですね、シグマイコール E イプシロンを満たさなくなってくることがあるんですよね。座屈ってね、まあ、これ定規をこうグッとしてボンってね、座屈できますよねみたいな話した時に、それ想像すると、この曲げの大きさ結構大きいですよね。で変形が大きいんですよ。で変形が大きくなるとですね、どんなことが起こるのかっていうのを一応ちょろっとね、説明しておきます。横軸にイプシロン、縦軸にシグマを取って、ある材料を、まあ、引っ張ったり圧縮したりしてですね、大きな歪みに対して どのぐらいの、ね、応力が発生するかっていうのを計測できたというふうにしましょう。で例えば鋼材なんかだと、結構ね、よくシグマイコールイープシロンを満たすんですよ。まあ、これね、どのぐらい満たすかどうかは材料に依存します。材料によってよく満たす子もいれば全然満たさない子もいるんですけど、まあ、鋼材はですね、鋼材スチールねはよく満たしますが、やっぱりね、ずっと引っ張ってると、まあ、もしかしたらずっと圧縮していくとですね、ある点を境にして満たさなくなります。こういう感じね、まあ、ずっと満たすのかなっていうと満たさない。でもまあ最初はね、シグマイコール
イプシロンをよく満たしますよと。で、あのこのね、よく満たすよってこの部分だけを考えたらですね、これは線形性を表してるんですよね。まあ、まっすぐだよっていう意味なんですけど、まあ、まっすぐだから線形性と言います。がもう一つちょっと特徴があって、今力が加わってない状態の時、ここですね、スタートで引っ張ります。ここまで来ました。で、引っ張ってた力離します。離すと力がなくなるわけだから元に帰ると。でこれ元に戻るんですね。でこの元に戻るっていうのを難しい言葉で言うと、弾性っていうんですよ。まあ、元に戻る性質のことです。今この福の法則を満たさなくなる点があるって言ったんですが、ここ幸福っていうんですが、幸福点以降はですね、この弾性、元に戻るっていう性質がなくなります。具体的にはこれね、ここまで引っ張ったとしましょう。ここまで、はい、引っ張ってきました。で引っ張ってきた力を離しますってするとですね、これをこの曲線上、こっちにこう戻っていくんじゃなくて、こう戻っちゃうんだね。だから元に戻らないよね。元に戻らない。で元に戻らないっていう性質のことを弾性に対して組成って言います。だからですね、ザクツっていうのは大きな変形を伴って発生する現象なので、イプシロン、つまり歪み、変形はですね、大きいはずです。大きいので組成ザクツをですね、組成域でザクツは発生するだろうなって思うんですが、今回はそれだと、こういうふうになるとね、式がねぐちゃぐちゃして大変だよね。大変だから今回はフックの法則を満たすっていうふうに考えるよ。だからこれは弾性域で起こる特殊なザクツだよっていう話をしてます。なのでこれ弾性ザクツと言います。で弾性ザクツですね、最初に考えた人の名前を取ってオイラーさんっていう人が考えたので、オイラーザクツなんてね、言ったりしますよっていうね。だから今回やるのはオイラーザクツです。で他にもね、組成ザクツとかいろいろあるはずなんですけれども、今回それはね、範囲じゃないですよってことです。さてこのね、局所系の力の釣り合い式を出してみたいと思います。P-P イコール0なので力の釣り合いはいいですね。で力のモーメントの釣り合いを出してみようと思います。回転中心をどこに置くかなんですけれども、今回は切断面の周りで、作ってやりましょう。そうすると、ここですね、この点周りなんですけど、 P は腕の長さが0なので、力のモーメントは0です。こっちの P ですね、荷重 P はデルタ X 分だけ長さが取ってあるので、腕の長さデルタかける地間大きさ P の力のモーメントを発生させます。で反時計回りを正と置くので、こいつは時計回りだからマイナスですね。なのでマイナス、デルタかける荷重の大きさ P が、この荷重 P がこの局所系ですね、赤色で塗っとこうか、この局所系のに、発生させる力のモーメントっていうことになります。あともう一つ力のモーメントはですね、ここに曲げモーメント M が働いているので、そいつを加えてやります。反時計回りを正と置いてるのでプラス M でイコール0。これが局所系の力の釣り合い式ということになりますね。で平面保持過程を満たし、かつフックの法則も満たす、今、針を考えているので、針棒かな、
棒なんだけど、まあ、曲げだから針とも言えるか、まあ、これを考えているので、M はですねこの平面保持仮定を使って M イコール EI ファイとこういうふうに書けるんでしたね。でちょっと注意なんですけど、この M イコール EI ファイとかね、まあ、こういうあの公式をね使っていくときに、この授業というか、まあ、このコースではですね、たわみの正の方向を上向きと置いてるんでしたね。まあ、これはねちょっと一般の材料力学構造力学とは違うっていう話でした。テキストは、まあ、下向き正にね取ってることが多いですけど、我々は、変形量をですね上向き正に取ってるんですよ。この理由は、まあ、この授業が山本ラボのオープンコースウェアで、山本ラボの学生はですねこの後あの数値シミュレーションやんなきゃいけないんでね、で数値シミュレーションのコーディングのために、まあ、あの上向き正に置いた方が都合がいいので、まあ、そうしてるんだ。なので、ここでねデルタって置いてるんだけど、このデルタは一般の教科書で書いてるのと同じ向きで定義されてる変形量です。で V は上向きなので、これ V はマイナスデルタになってるよっていうのを入れてあげましょう。あとファイなんですけど、ファイは V の2回微分ですよと、まあ、これはあのファイのね定義でした。でこれ2ダッシュって入れてるのは何かっていうと X で2回微分するよっていう意味です。でこいつらをですねこの今切断面周りで作ってやった局所系の力のモーメントの釣り演式に代入してやります。代入してやると、PV プラス EIV2 ダッシュイコール0っていう、まあ、式が出てくるんですね。でこれはあの線形微分方程式です。 V に関する線形微分方程式になってるな。じゃあこいつ解いてやりましょう。まあ、解いてやる前にですね、まあ、線形微分方程式になってるんで、まあ、数学の線形微分方程式の問題っぽく整理してやりましょう。こうかな。V2 ダッシュプラス EI 分の PV イコール0です。で、2回微分したも、あ、元の関数とその関数を2回微分したものを足してやったら0になります。つまり同じ形をしてますと、微分しても形の変わらない数式です、関数ですよと、 V はっていうと、まあ、そういう性質を持っている関数我々3つしか知らないんですね。1つがサインで、もう1つがコサインで、もう1つがエクスポーネンシャルで、本当はエクスポーネンシャルは、サインもコサインも両方表せるので、これ V イコールエクスポーネンシャルラムダ X と置いてみたいな感じで解くんでした。なんだけど、ちょっとねめんどくさいんで、あの複素数とか出てきてめんどくさいから、それはまあ線形微分方程式の、まあ、数学の問題だと思って、まあ、気になる人はあの数学のねカテゴリーということで解いてみてください。でもこれさ、答えこうなんのよ形が、ね、だったら、まあ、サイン関数っぽいなって見ちゃうわけ。これサイン関数っぽいなって、まあコサインだったらこれずれるじゃない、ずれたところからこう始まるわけだから、お前サインでいいじゃんっていうことで、もう今回はサインって置かせてください。これはごまかしですごまかしなのであんまり正しくないんだけど、まあ今回はいいよね。で振幅、このね最大振幅、これサインカーブと見直した時の最大振幅を A と置いてあげます。でもまあ大きさがねいくらかわからないので A は未知数ですね。でサイン関数ので中身がよく分かんないから X の関数になってるはずだっていうことでラムダ X と置いてあります。だからねこれね V を求める問題からラムダを求める問題に問題を簡単にすることができたよっていう、そういうねことを意味してます。で V2 ダッシュ計算してやりましょう。はい、でこれ2回微分するとね、サインは1回微分するとコサインになって、でもう1回微分するとマイナスサインになるんですね。だから、マイナス A で、あの、サインの中に入っているラムダが2回出てくるわけだからラムダ2乗
かける3ラムダ x ってこういうふうになります。でこの式を2つを、まあ、仮定した式ですねをこの元のね線形微分方程式に代入してやると a かっこ A、こういう式が出てきます。 A かけるカッコマイナスラムダ2乗プラス EI 分の P カッコ閉じるサインラムダ X イコール0です。このイコール0は常に0です。で常にっていうのは X が いくらでもって意味ね。ねこれねこの式は常にイコール0なんだよって言っててそれで何か変わりうるの何って言ったら x なんで x いろいろ変えても常に0にしとけよって言ってるわけですね。このイコールはね。で、じゃあこれイコール0が常に0になる条件を考えてやりましょうってやったら、まあ一つ目はですね a イコール0ですね。 a イコール0だったら常に0になります。でもこれ何を意味してるかっていうとこの、座屈で発生したたわみ v が常に0だって言ってる。つまり座屈は起こってないっていう意味ですね。だからこれはねつまらないです。つまらないのでアウト。もう A イコール0ではないっていうことで、A ノットイコール0の時だけ考えます。サインラムダ X ね、まあ、2つ目の飛ばしてサインラムダ X なんですけどこいつはまあ0になることもあるけど常に0ではないね。だこれはイコール0にならないとするとですねこの括弧の中身マイナスラムダ二乗プラス EI 分の P が常にゼロじゃないとこの線形微分方程式は満足されないよっていうね、ことになりますね。でこれでだからこの式解いてやったらラムダ求められるわけですよ。ラムダはルート EI 分の P とこういうふうに求まります。だから V は A サインルート EI 分の PX というふうに求められたということになります。ただですね、これ V はですねこの端部の部分で0になってなきゃいけないんですよね。この条件をこの答えが満たしているかどうかをですね確認してみようと思います。x イコール0の時ですね。ここ0入れるとサインは0です。だから v イコール0で、まあ、常に満たします。なら OK。なあとはですね x イコール l の時だけ考えればいいと。x イコール l の時、これは、v イコール0にならなきゃいけないんですけど v イコール0になるにはこのサインのこの中身がですねπ とか 2π とか 3π とか 4π とかなんか π の整数倍じゃなきゃいけないんですね。それを式で一応書いてみましょう。まあ、n は整数です。まあこれ n がですね1の時はこれ座屈を加えている時にこういうたわみがね発生した時ですね。で n イコール2っていうのはこれが、まあ、こうですか n イコール2の時で n イコール3っていうのはこういう感じっていう感じでこの波のね数が、まあ、ここにぐにゃって入る波の数が増えていくっていうこの波の数が n に相当してますね。でここから座屈が発生した時の荷重の大きさがになんか制約があるってことは分かります。まあ、EI っていうのはですね EI の、曲げ合成を持っている針、まあ、棒を考えますっていうねだけでこれこっちでね変更できないんですね。 L っていうのもまあで長さは L ですってね決まってる。で N っていうのはまあ1でも2でも3でも何でもいいですであとに修理するのでなんかその変わりうるのですねはい今から力加えていきます。この力の大きさだけなんですね。だから P だけが変わりうるんですけどその P に条件がありますよっていうことですね。でこの P 求めてやりましょう。L
移行して、でルート外すから事情が乗って、で EI を持ってくるんで、こうですね。だからですね、座屈が発生するとき、まあ、今回はオイラー座屈、男性座屈を考えてますが、この男性座屈が発生するときの荷重、まあ圧縮荷重ですねは L 分の Nπ を事乗して、あと EI かけてやったときの大きさに達したときにになっていて、でこの荷重を加えたときに、座屈が発生しますよと。もちろんね、これちょっとずつ大きくしていけますよって言ったら、それは n イコール1の時に発生するわけですよ。バーンとね出ます。でこれを、さらにどんどん大きくしていくとですね、 n イコール2になった時、だから4倍かなになった時に、この形がですね、こうこの黄色のねような感じで座屈してたのがですね、まあ4倍になったらこうぐにゃっとこういう風になります。まあ、4倍の力なので結構大きいですね。まあ、ぐにゃっとなりますよと、いうことをこれ意味してるわけですね。でこれが、座屈の、お話。まあ、これ座屈荷重とか言ったりして、よくねここにCR って言います。まあ、クリティカルの CR ですね。で P クリティカルは L 分の Nπ の事乗かける EI ですよっていう風に求めると。まあ、この問題だったらですね、座屈の問題とか言ったら、こうやって P っていうね荷重を両端に加えた時に発生する座屈、あ、まあごめんなさい、P って加えていく時に座屈荷重を求めなさいと、座屈が発生する時の荷重を求めなさいみたいなね問題がよく出ます。でこれ何が言いたいかなんですけど、まあまあこれはね、まあじゃあ座屈荷重を求められました、よかったねなんですが、解いてないやつが1個いるんですよ。それは何かというと、この A ですね。A です。A これ任意ですね。だから A はいくらでもいいです。だからすっごく小さくてもいいし、すっごく大きくてもいいんですけど、じゃあどうなるかっていうと、それはこれ A はですね、無限に向かってバーッとどんどん大きくなっていきますね。でどこで止まるかなんですけど、まあおそらくこれオイラー座屈が発生しているときはですね、平面保持過程とフックの法則を満たしてて、まあ、この簡単にね作ったモデルなわけですよ。でこの簡単なモデルで表しうる限界まで A は大きくなります。だから計算できない、すっごく大きいっていうことだけ分かってるっていう感じですね。なので座屈ってだから怖いって考えられてます。だってさ、たわみの大きさ分かんないんだもん。なんかとにかくでかいっていう、とにかくでかい変形を生じてしまうっていうのが、この P クリティカルです。P クリティカル加えるとでっかく変形が出て、その変形量は、我々が考えるモデルから外れるまで、その外れちゃったその現実の構造物にかかってくる、まあ、適合条件って言いますけど、まあ、その変形しうる条件を満たす範囲で最大値を取るってことですね。だから結構怖いです。で、まあ、そんなわけで座屈っていうのはですね、その防ぐべき、まあ、避けるべき現象です。でこの座屈なんですけど、引っ張りの時は発生してないですね。だから圧縮力が働いている部材に関してのみは座屈が発生しないよねって確認しましょうみたいな、ことがね、まあ、その構造物を設計する段階ではよく行われます。で、これが、まあ、例えば材料力学とか構造力学の試験問題ですね。で、どういうふうに聞かれるかっていうとですね、まあ、トラスの問題なんかがよくあると思います。トラス部材がね、あってね、そのトラスで箸作ってやって、まあ、ぐっと力加えると。で、加えたときに、まあ、それぞれのトラスの部材にはですね、圧縮力だったり、引っ張り力だったりが働くわけですよ。でも、じゃあ、圧縮と引っ張り全く同じかっていうとそうではなくって、圧縮は座屈を起こしうるので、圧縮力が働いている部材はどこですかとか、でその圧縮力いくらですか、軸力ですね、圧縮軸力いくらですか、でその圧縮軸力はオイラーの男性座屈のこの座屈荷重の式を満たしちゃったりしてないですよねみたいな、満たしてます、もしかしてっていうような問題がね、まあ聞かれたりします。まあこのねオイラー座屈っていうのは、まあ、我々が避けるべき、まあ、構造設計者とか、
まあ、材料をね扱う人たちが避けるべき現象を、まあ、すごく簡単にね、説明してモデル化してくれてるので、まあ、すごく便利で、ですよっていうことでよく使われてるので、まあ、これぜひね覚えておいて、覚えるだけじゃなくて、まあね、式をね導出できるようにしときましょう。あの担保のねこの境界条件が変わったりすると、例えばこれ、固定端にするとかね、するとまたこの答えがね変わってきます。まあこの式なんかはあんまり変わらないと思うんですけど、この、仮定するね式の形が変わっていったりで、まあ難しくなってきたら、まあここねエクスポーネンシャルで置いてちゃんと、解きましょうという感じかな。まあそのあたりだけ注意してもらえれば。でこれはまあ簡単なモデルですけど、このぐらい分かってたらまあ大体いいんじゃないでしょうかと思います。じゃあ座標のね解説はここまでしたいと思います。